チマブーエ、荘厳の聖母さん、フランチェスコ聖堂、荘厳の聖母、または六人の天使に囲まれた荘厳の聖母は、イタリアの芸術家チマブーエによる絵画で1280年頃に制作された、パリのルーブル美術館に所蔵されている。作品は1280年頃のものと考えられており、ウ浮き地美術館のサンタトリニタの聖母より、時期的に早く、 様式的にも異なった特徴を持っている。疑似的な遠近法なしで描かれ、聖母の周りの天使が空間の中に合理的に配置されるのではなく、単に上下に配置されている。玉座は、足地のサンフランチェスコ聖堂にあるチマブーェによって描かれた、荘厳の聖母に似ている。この作品は、聖母子の主題の新しい規範を確立し、その後、ルチェンライの聖母を描いた。 トッチョディブオニンセイニャなど他の画家によって使用された。背景となっている金字は、この場面が天井の世界であることを示している。幼子、イエスの着ている服の赤色は、受難の象徴である。聖母の服の青色は、周囲の天使の服や翼で繰り返され、画面に色彩の統一感を生んでいる。イタリアにおけるナポレオンの芸術品略奪の一環として、 ピサのサンフランチェスコ教会から、ジョットの、聖魂を受ける聖フランチェスコと共に1813年に、ルーブル美術館に取得された。口述するようにチマブーエによる、荘厳の聖母は、複数現存するため、所蔵館の名を冠して、本作を、ミエスタデル・ルーバーと呼び区別することがある。ラビエル・ジュイエル・アンファン・イエヌ・マジョス・テ・アントアーズ、デ・シックス・アンジュ、ルーバー・コレクションズ、 2021年6月5日閲覧。ルーブル美術館収蔵絵画のすべて、2011年発行。13項 ISBN 978から4から7993104892021年5月28日。閲覧。ありがとうございます。